歓喜博光は将棋騎士。2011年引退。内藤国を球団門下。騎士番号は160。兵庫県加古川市出身。将棋界切手のエンターテイナーと評される。2021年現在の所属事務所は昭和プロダクション。小学生の頃に将棋を覚え、中学生の時に本格的に指し始める。そのきっかけはおじさんに、 弱賞と呼ばれたこと。1977年のアマチュア名人戦で兵庫県代表となる。全国大会では最年少の18歳であったが、ベスト4進出。各頭不戦法を用いた商曲もあったという。そして、1978年、内藤門下で奨励会に入会。入門前の約3年間は会社員だった。 一級での入会は1961年の若松、正和以来17年ぶり。それから4年8ヶ月経った1983年、4段昇段を果たす。オールスター勝ち抜き戦での本戦進出も数回あるが、最も活躍した期戦は、一般の将棋ファンに対する露出度が、最も高い NHK 杯戦である。たびたび予選を通過し本戦出場した。 第44回 NHK 敗戦では、仙崎学部、加藤一二三らを破り、準々決勝進出。対、加藤戦では、解説役で師匠の内藤も加えて、曲後の感想戦を行ったが、その時、謙虚ながらも、偉大なる先輩に勝ったという感動をあらわにした。加藤に、今日は強かったと言われ喜んでいる姿を見た内藤に、対戦相手に強いと言われて喜ぶと、 アマチュアみたいだと指摘されるが、今日はそれでもいいですと言った。第49回 NHK 敗戦では、青野照一と森内俊之に勝つ。森内との対局の序盤では、歓喜は定番の振り飛車穴熊にするが、それに対して森内は自分の飛車も振って、異表のアイブリ飛車線に持ち込んだ。サービス精神旺盛な歓喜は、 森内に勝った後の感想戦ではガッツポーズを決めていた。順位戦での通算成績は81勝89敗である。C 級2組から C 級1組に昇級することはなかった。17年間の中で最終局まで昇級争い絡むことはなく、最高成績は3度の7勝3敗である。うち第55期の勝ち越しは高級点を2つから1つに減らしたものであった。 しかし、第59期で高級点を、累積3点としてしまい、フリークラスに高級した。2005年8月、瀬川昌司のプロ編入試験第2局の試験官を、務める。対局前に、フリヒシャアナグマ戦法と、戦法予告をし、全身ピンクのスーツ姿で対局に臨み、対局前に、瀬川に、チカチカするやろと言っておどけてみせる。また、対局中に、 大盤解説上に登場して情勢についてコメントするなどのパフォーマンスを見せた。結果は瀬川の勝利。対局終了後、プロ騎士になれると瀬川を励まし、勇気づけた。第18期銀河戦で、ブロック戦で4連勝し、決勝トーナメント進出。2010年度をもって、フリークラス高級から10年を迎え、引退が決まった。そして、二千十一年六月一日、 第24期竜王戦6組昇級者決定戦1回戦で、牧野光則に敗れたのが最終対局となり、同日付で引退した。2018年、姫路市の商店街に、将棋教室、プロ騎士関係7段の大逆転将棋クラブをオープン。フリ振りアナグマ戦法を得意とする。その一方、気流アナグマというオリジナルのイヒシャアナグマを開発し、 振り飛車大事も得意にする。千崎学ぶによれば、素人相手の駒落ちでは、羽生義晴よりも歓喜が強いという。その理由は、プロは積み筋を読むがアマは読まない。だから、アマの力量に合わせて指せば勝てるということである。竜王戦において、第1期から第22期まで22期連続で、昇級も高級もなく5組在籍。ABCDEF。 将棋世界2000年1月号付録、ABC 平成10年版、将棋年間、ハット AB 思い出シネマ私の一本将棋世界1994年8月号、P46 から48将棋世界1999年8月号、P30 から31、産 k スポーツ2005年8月15日13面、引退騎士のお知らせ将棋ニュース日本将棋連盟。日本将棋連盟。 2017年8月26日閲覧。歓喜博光七段が引退将棋ニュース。日本将棋連盟。日本将棋連盟。2017年8月26日閲覧。神戸新聞 NEXT 姫路プロ騎士が指導する、将棋教室オープン姫路でしょ。www.kob-np.co.jp e。2018年9月11日閲覧。 黒騎士関係七段の大逆転将棋クラブ、日本将棋連盟、2018年9月11日閲覧。千崎学部長、夫婦の不中の、恐ろしくも優雅な日々より2001年5月、関係広光六段、結婚2001年11月、関係広光六段に、長男誕生、ハット AB 中杯を55杯も、関係広光七段、将棋と、酒は生活の両輪から、 日刊現代2017年1月16日、たまる登る公式ブログと金横歩き2011年8月20日付の記事による、将棋の日、月の一手名人戦で優勝してしまった騎士、将棋ペンクラブログ2016年12月25日、将棋世界1988年5月号、P104、2010年4月1日付上段、昇級者将棋ニュース日本将棋連盟、 日本将棋連盟2017年8月26日閲覧あきら応戦記念特番東西対抗詰将棋カラオケニコニコ生放送2020年3月21日閲覧ありがとうございます